パ。ございます。本日、何日ですか？もう25日、3月の25日ですね。はい。2020年3月25日の朝でございます。パテボスでございます。私は朝の6時から動画編集してました。ゲーム動画の。昨日、おとといとやりまくってプルーン言ってしまう。これ編集終わりましたよっていうあれなんですけども。本当ね、この2日間はね、昨日、おととい。あ、バナナ豆乳。昨日買いました。低糖質。はい。もうね、ゲームしてたんでね、その分編集しないといけないんで。いただきます。やっております。仕事も行かないといけないんで、あと1時間15分後ぐらいね。ただいま8時15分でございます。魚にも餌をやり、金魚入ってきてほら。金魚。これ食べてます。頭下がってるじゃん。この白いやつのこと言ってんのかな。この人の。この人は別に下がってないですよ。下がってるっていうか、こっからね、シャーってこう水が、っていうかね、流れを出してる。眩しいな。まあ、一緒大して変わらんか。こう流れをつけてるんですよ。流れに向かって泳ぐ習性があるんで、こうこいつらね、この辺にいるこの長細いやつ、長細いで平べったいのね。うん。まあ金魚食うのはこの上に泳いでるこのアロワナしか食べられないんですけど、うん。あとまあ椅子がギーギーうるさいですけども。というわけで今日はチョコパンとこういうのアンマンかな、はい。それを食べたいと思います。というわけでいただきます。うん、これ買ったんですよ。イライラ帝国ライブ2005から2009、もう一個もうちょっとしたら来るんですけどね、DVD、ライブ DVD。こんなん出てたよね。知らんかった。CD は全部持ってるんですよ。ライブ版 CD2 枚と、ライブ版 DVD1 枚ついてるやつ。うん。ゆらゆら帝国好きなんですよ。YouTube でね、昔のやつライブ上がってるんですけど、かっこいい。聞いてるうちに、ね、好きになるような、ね、感じの最初の極物系のバンドなんかなと思ってたけど、いやすごいバンドですよ。あの椎名林檎もライブでは勝てる気がしねえって言ってるレベルのね、もう結構前に解散しちゃったんですけど、リンク貼っときましょうか、そのライブのね、興味ある人、ゆら亭好きな人ね。まあ、はじめそんなことしてると時間がね、コメント返しも長らくしてないんで、今日のニュースでもね、行きましょうか。本日の話題は何でしょう。あ、オリンピックがやっぱり、結局延期を検討みたいになったみたいね。安倍さんも言ってることコロコロ変わってるっぽいけど、延期だろ、ほら、延期になったんかな。結局延期が決まったになってるわ。なりましたね。56年目に聖火リレーも中止になったって。まあほらほうでしょ、いつに延期だったの。1年以内にすんの。
先週など先行など先週への影響を考える1年以内は望ましいという考えが強まっている。確かにね、いや今回先行されたからって何年後か後にされたらそこに先行する、まあ、だから今回先行されたら次先行されへんこと絶対あるもんね、1年以上経ってしまうと。うん、確かにね。アニメ映画機動戦士ガンダム先行のハサウェイ7月23日公開らしいですよ。ハサウェイ役の人が決まったそうです。なんていうの、小野賢章さん、分からんけど。まあブライトさんの息子の話ですけどね。よくこれ映像化したな。絶対できひんっていうか、内容的にもうどんよりすると思うから。まあだけど俺は好きな、あの原作読んでるんで俺は。ガンダムのこの静止のあのやつね。あれね、ガンダム、データガンダム、ダブルデータあるんじゃないかな。逆襲のシャア の原作、ベルトルチカチルドネも読んだし、先行のハサウェイも読んだけど、これはやるか、マジかというね、思ったけど、まあ楽しみではありますね。まだあの、ガンダム UC すら見終わってないけど、オリジンまだ一本も見てないけど、全部持ってるんですけどね。見るのだろうか。まあ見るでしょう。ワニね、ワニも終わってたら、なんかワニもいろいろありましたね。終わった翌日ぐらいから。皆さん見ました？100日後に死ぬワニやったっけ。素朴でいいんじゃないの、毎日公開する今日の猫村さんみたいな感じでいいんじゃねえのかなと思いますけどね。よかったかなと思ったけど、まあ金が絡むとね、どうこうなんだよみたいな。まあちょっと早かったけどなその日のうちに宣伝してたぐらいやったら人たちは違ったっけ。俺もあの人のツイート見てたけど、ちょっと宣伝とかいろいろするのは早かったかなって感じはしますね。いろいろグッズがもうすでにね、去年のうちに発注されてたとか、もう出来レースとしてこういうふうにヒットする、まあ、だけどそんなん関係なしに読んで後味どうやったんですか、その内容的に。ワニさん読んでね、それだけでいいと思うんだ。それが金になるんだ、金、そりゃそうでしょう、金になるんだよ、それ評価ですからね、金イコール評価ですから。あ、金に変えることを悪とするよくわからん美学がありますんでね。ボランティアじゃないしさ、日本とかやっぱ宝くじ当たった人はテレビまだ出てこないし、ほとんど。まるね。海外とか出てるもんね。出るみたいやしね。まあ、その、おっぴろげにするのがね、粋じゃないというか、品がないというふうに思われるんだよね。
めっちゃ稼いでるでしょって言ってね、多分1億ぐらい稼いでたって、ね、いやいやそんなことないですよって言う人の方がほとんどやもん多分ね、うん、自分で自分を卑下して言う人の方が多いと思う。今そういうお国やからね、いいやん、うんうん、まあコミック映画化とかねちょっと早かった気もするけど、もうちょっと余韻に浸りたかったんですよ皆さんね。志村けんが陽性で入院との方でって、志村けん映ってたんや。70歳の志村けんってもうマジかよ。初主演映画もやっとってんや。志村けん映画撮ってんや。志村けんの自伝的な映画なんかな。まあお大事にって感じだね。まあさて、じゃあコメントの方を覗いていきますか。まあ時間はあるんでね、まあ、全部はね、まあはしょりつつ読まさせていただきたいと思います。はい、さて、パテッチオールピーは聞いたかな。バリクソ聞いた。めっちゃ聞きましたね。全然眠たくなかったもん。むしろ夜がちょっと寝れへんかなと思ったけど、そこは寝れた。喉大丈夫です。最近ちょっとエヘン虫がね、いますね。うちらのラーメンね。あ、昨日の朝パン食ってた動画ね、あれはギャル文字で書いただけですギャル文字で書いたろうって、ミンミンダハなんかより多分聞くと思いますよ。オールピー薬局逆転でってぐらいから、逆転っていうのは多分薬剤師がいいんとこなんか、そう売ってんのかな。まあ薬局行った方がいいと思いますよ。 FF7 は分作になるらしい。3部作ぐらいらしいよね。謎のゲームやらなきゃいけない義務感は一体、いや動画にしちゃってっからですよ動画にしてなかったら間あげてるけど、動画にしちゃってっから、いや途中で終わってる、途中で終わってるゲームもあるんですよ何本か、動画中もう飽きて、まあだけど今回のはクリアしようと思ってっからね、やっちゃってるね焼きそばパン食べたよ。私はラップに巻かれてしなっとしたパンが好き。あれがいいよね。焼きそばパンってあのラップで巻いてあるやつがいいよね。あ、卵サンドにしても。その焼きそばパン食べてみたいなと思ってたところ、でもバテさんの反応がいまいちやったから無理に探さんとこ、セブンイレブンで売ってるんですけど、俺はそこまでかなと思います。パンがね良すぎる、そういうパンじゃないんですよ。もうコッペパンのちょっとパサついたやつぐらい飲んで、食べたいかなと思ったんやけど、意外にねパンがね上品でした。上品っていうかしっかりしました。令和2年3月22日から旦那としてお勤め感あり。あ、そうなの。ああ、令和2年2月22日って言ってた、俺知らんけど、この間知らんな、覚えてないわ、適当に喋ってますからね。パテさんが一蘭珍しいね。カップ麺で、袋麺では食べてるけどね、一蘭だけど今まで俺ね人生3回ぐらいしか行ったことないね。
ご存知かもしれませんが、木屋町三条下がるの長浜ラーメン三好に一度行ってください。実は行ったことあるんですけど、よく昔行ってたんですけど、なんかね、学とか行くとかになって、なんかちょっと有名になってからか知らんけど、あそこのね、女店主がね、感じ悪いんでね、もう行かなくなりました。あのテレビあの人で出てたりしてるんだけど、その おばはんね、なんかすげえね、横柄な感じのババアになってて、家族でやってんやと思うけど、多分周りも言えへんやろうな。なんかもう俺はちょっと気分悪くても行かなくなりましたね。最後行ってからもう10年以上経つんちゃうかな。一蘭はラーメンプラス替え玉で軽く1100円でしたからね。1000円ショップラス消費税、まあなかなかの値段しますよね。うちの県では1店舗しかない。まあそうかもしれないね。そういうとこもあると思うね。一蘭で未体験なんだけど、デフォルトの麺はちょい少なめなのか。全然少ないと思います。豚骨ラーメンって少なく感じんのよね。替え玉しなきゃ足りないわ、全然。本当に。もう少し価格がリーズナブルだと良いですけど、私も必ず替え玉にライスつけます。やっぱり。ですよね。豚骨ラーメンというか独特のスープ。そう、普通の豚骨ラーメンとはちょっと違うね。バテさんと食べたいよ。そうだよ、食べられちゃうぞ俺に。本当は4玉食べれるパテも寿司、いや食べれると思うよ普通に。4玉、あそこの4玉ぐらいやったら。私とセックスできますかでイエスって書いてくれてた人、ありがとうございます。セクシー写真を送ってください。オナニーしますんで。どういうことやねんみたいな。本麒麟うまいね。本麒麟の方がうまいよね。湯豆腐もいいですよ。ネバネバ系は勢力つきますねってあるけど、実際はどうなの？あんま関係ないでしょ。実際関係ないらしいよね。ないんやけど、なんかそれがあれと似てて、なんか、勢力つくやーみたいな感じのね、勢力つくやーみたいになってるんでしょ、多分ね。私の一日中つけたマスクが臭いの、匂い嗅いで、やだ、セクシーさん。これ、プリズンブレイクシーズン3くらいから坂道を転げ落ちるみたいに失速していくよ。俺もそれを実感してます。非常に実感してますね。まあ、早く終わってほしいもん。最後にした時も、した時にもし子供ができていたら幼稚園卒業してるくらいかな。長らくやってませんねそれ。それは長らくやった方がいいと思いますよ。私が食べているスマイルふりかけはないんだろうな。そんな売ってんじゃねえ、スマイルふりかけ。パッケージ見たら売ってんのかな。ちょっと見てみよう、スマイルふりかけってどんなやつな。ご飯の友本舗スマイルふりかけ、なんか見たことあるような見たことないような。そうなんだ、スマイルふりかけね。ちょっと見とくわ、売ってたらね。豚キムチマジ最強。カップあのスーパーカップは本当豚キムチね、なかなかいいっすよね。1週間のうち6日はしてます。なかなかしてるやん。パテさんとしたい、やってみます。俺も乾燥派で毎年カサカサ粉吹きで痒かったけど、キュレルのボディーソープとローション使い出してから潤ってるよ。へえ、キュレル。そんなんでちょっと見てみるか。キュレル見てみよう。ああこれ、へえ、全然普通ぐらいやね。まあ、高いんかな。1200円、 480ml、 赤ちゃんにも使えます。まあだけどね、あのお薬もらって塗ってるんでね、塗ったら大丈夫ですよ、カサカサは。ワンダと巨像は良い配信でした、ありがとうございます。ワンダね、結構ね好きな人ね、見てて、あの世界観で一緒、あのシンプルよね、倒すっていうだけだから。なんかよくわからないけど、とりあえず倒すっていうだけだからね。
パテさん大好きだけどノーノーが多分普通やと思うよ。普通はノーだと思うよ。カラカラウエとベーコンエッグ丼やってパテさん、辛いのもう嫌ですかね。ちょっと前にやったん違ったよ、カラカラウエをね、やったような気もするよ。半年以内にはやってると思うよ。数ヶ月前かな。そしてあら、なんかもう最近パテモソ協会の動画見ながら飯食っとるわ。めちゃくちゃになります。ありがとうございます。そういう人はいいよ。もうあの真剣に見ないで、だらだら見て、だらくだらく終わってたぐらいで、だらだら見ておいてもだよ。その真剣、まあ俺の動画で真剣に見るような動画じゃないからね。ニシンのデカ太の豚キムチはまずいよ。まずいんか、食わねえ。じゃあ食わねえ。このさ、なんやかんや子さんなんだよな。そうなんですよ。もうすぐ、もう来年で10年目ですからね。伸びない男パテモソ協会、その代わり変わりもしませんけど。またらカップ麺、カップラーメンか。いや別に変えたらいいよ。さすがにうざいですかねって書いてあるけど、別にいいよ。変えときなよ。毎回言うから、あの、麺類ばっかだな、お前はって言われたしさ、いろいろ、あの、いますから、時代とともに、別に変えてりゃいいと思いますよ。贈与税をご注意くださいって書いてあるけど、1000万円、1000万ポンって渡したら贈与税かかるけど、毎年100万ずつぐらいだと贈与税かかんないでしょ、確か。贈与税のかからない範囲で定期的に上げる形になるんじゃないですか。もしくは、まあ、もあのいけないことですけど、1000万現金で渡して金庫に入れといてもらおうか。で毎年100万円ずつもらってたことにしといてもらうっていうね。まあ、俺のお金を1000万円置いていったらいいんじゃないですか。俺の金やから。あげてないよ。あげてないよ。その代わり毎年それ100万使ってええから、100万ずつあげるわそっからっつって。それでいいんじゃねえの。マイナンバーカード作ってます？作ってないよ。まだカードにしてないよ。なんかあの送られてきた紙切れのまんま。うちの市は来年の中1から小学5年にタブレットを配布して教育していくらしい。もうタブレットなんかで勉強するから、学力落ちんだと思う。書け、もう書かなあかんと思う俺は。こんなんタブレットが使い出したら、アホなっていくと思うけど俺はな。タブレットの方がいいんかね、どうやろ。まあだけどノートは絶対取らせた方がいい。タブレットで書くっていうか、タブレットとかキーボードで打つっていうことは、まあそれはそれでまたいいとは思うんやけど、そういう授業あってもいいけど、基本は書けって感じやな。書かないと人間ね、覚えられないと思うよ。バテちゃんが子供がおったとして、お小遣い何歳でいくらっていうこと考えます。単純に高校生まではある程度決めるかな。高校生まではまあ例えば、まあ、義務教育の間なら小遣いなんかいらねえっしょ。まあ、中学校行ったらあれかな、まあ、3000円ぐらい、3000円かな、3000円だな。1日100円あれば十分やろ。まあ、それでダメなら、まあ、200円としたって6000円かな。まあ、5000円でいいだろ。5000円、今のご時世5000円でいいんじゃない。で高校からは、まあ、あの都市プラス、1000円ぐらいでいいんじゃない。1万6000円とか1万7000円、1万8000円、まあ、そんなにもやらんでいいと思うけどな。1万円でいいと思う。1万円、高校生1万円バイトしろ。足りひんぐらいでちょうどいいんだよ、ガキにやる金は。なんか頭使うから、あの金持ってるやつってあのアホなると思うんですよ。それも自分で働いても持ってへん金やったらね、アホなると思うんで、金はね、もう極力少ない方がいいと思います。ガキが持つのは特に。あと、私の場合は、基本的に、俺は良くないと思うのは、ゲームとか買い与えるでしょ。ソフトを買い与えるのにいいけど、ハードは親の持ち物にした方がいいと思うんですよ。例えば、俺がもし子供行ったとしたら、ゲーム機いっぱいありますやん。俺のやから、全部。子供が欲しい、じゃあ、俺が買うからええよ。俺の貸したやらしてあると。
やらしてもらうんやったらこっちのご機嫌取るでしょ。自分のもんやからやらしてくれっていうだけで、全部親のもんでいいんだよ。子供の所有、子供に所有権なんか与える必要性がない。あげるとか言うんだよ。そんなんじゃなくていい。子供が欲しいの、じゃあ俺買うし、俺が買うわ、俺欲しい、俺の方が欲しい、俺が買う、俺が自分で買うわっつって、それをやらしてやれんね。コミュニケーションも取れるし、子供も好き放題やらへんし、うん、もう持ち物はもうね、高校卒業するぐらいまではね、親の持ち物でいいと思うよ、うん、全てね、ゲーム機にしても、うん、買いたかったら自分で買ったらいいやんって言えばいいと思うんですよ。高校生ぐらいだったらバイトやるやろしね、小遣いもあるやろし、うん、2台あったっていいんやから、別にゲーム機なんて家に、うん、自分のもんとすればいいと思うよね。はい、どういうこと ?2002 年のフジテレビドラマ空から降る1億の星、今日の未明に再放送の最終が放送されてみました。水辺の鳥、あれは琵琶湖の設定なんでしょうか。知らねえわ、知らねえわそんなドラマすらも知らねえわうん、知らん、俺テレビ見ねえもんテレビ全然見てないわ。ああ、真似してレモン酢でチューハイ作ったのね。美味しいでしょ。絶対ね、自分で作った方が美味しいと思うよ。自分の好みにもなるしね。まあこれぐらいかな。ありがとうございます。はい、まあというわけで、まあ、今回25分以上しゃべ、まあ、26分ぐらい喋ってますけど、この辺で終わりたいと思います。というわけで、まあ、この動画はさっと編集して、最近ね動画こうパソコン書いてからめちゃくちゃ早いんですよ。これ例えば30分の動画とするでしょ、20何分で終わりますかね。エンコードびっくりしちゃう。絶対にその動画の時間より長なるもんやと思ったのに、今のパソコンになってからそこは早い。まあ、ただ問題でもいっぱいありますけども、まあ、さっと編集して公開したいと思います。というわけで皆様、週の中日、水曜日、頑張ってください。私も今日から仕事します。というわけで、バテボス協会でございました。ごちそうさまでした。じゃあ、サプリメントだけね、飲んどきましょう。ニンニク舐めたけど、どこで買えるか教えてください。インターネットで買えるとは思うんですけどね。まあ、俺ももらいもんなんでね、わかんないですわ。アマゾンとかそういうところで売ってなかったような気がする。楽天とかで売ってんじゃない、もしかしたら。近所で売ってないよ。俺少なくとも俺の近所はね。あ、時計買いました、また。何本目 ?6 本目か7本目ぐらい。あとこれ白文字盤のもうちょっとシンプルでいいやつは見つけたら、もうそれ買ったらもう俺は時計も買うのやめる、うん、はい、というわけでパテモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。